こんにちは、アパレルブランドヘルメティックデザイナーのヨッシーです。ちょっと久しぶりです。はい、購入物の紹介をしたいと思います。僕は偏愛の形の靴があるんですね。僕の非常に好きな形っていうのがあるんですよ。なんで好きかって問われると理由がいまいち分かんなかったんですけど、ただ単に履きやすいからかなと思ってる形っていうのがミュール型、スリッパ型みたいな形があるんですね。すごく僕はその形が好きなんですよ。インスタグラムでミュールボーイスっていうアカウントをよく見てるぐらいですね。あれかっこいいんで、ぜひみんなフォローしてくださいね。はい。で、厚底のレザーのミュールが欲しかったんですね。で、年末に、すごくいいやつあるなと思って見つけたんですけど、トリッペンのやつだったんですよ。すごい良かった。履き心地最高に良かったです。あんなに履き心地の良いレザー、なかなかないなと思ったんですけど、この、なんていうんですかね、履き心地完璧、レザーの質完璧だったんですけど、デザインがね、もうちょっとこうあってほしいなぐらいのところで、なんとなくこう、すごく悩んだ末買うに至らなかったんですよ。で、先日ですね、もうちょっと厚底のやつでコバが張っててっていうので、僕の条件にバチッとハマるやつがあったんで、買いました。で、これを紹介します。こちらです。これはですね、コスのレザーミュール、レザーミュールブーツだったかな？ちょっと名前違うかも。リンクね、概要欄に載っけておきます。これね、すごく気に入りました。まずは、1番にも2番にもこれはね、何がいいって、自分がこういうのあったらいいなの形そのものだったっていうところ、この1点に、つきます。で、コスってどういうブランドかっていうと、COS って書いてコスなんですけど、H&M の会社から出てる、ブランドですね。だからその H&M フィルターがかかってるから、って見られやすいかもしれないんですけど、ロンドン生まれの、なんつったらいいのかな、デザインはすごくしっかりしてるんですよ。なんかね、変な話なんですけど、その、ピーター・ドゥとか、ピーター・ドゥ、ルメール、ザ・ローあたりの真ん中ら辺ぐらいのデザイン。いや、ちょっとね、すいません。各々のブランド好きな方、すいません。なんか僕も好きなんですよ。そっち系好きなんですけど。の感じです。で、H&M フィルターがかかってるから、この靴とかってね、どうなのって思うじゃないですか。僕もそれすっごい不安だったんですよ。で、青山に、お店があるんで、行ったんですね。で、ネットで見たらこれが実物見たいんですけどって言ったら、これオンラインでしか売ってないと。オンラインしかないやつと実店舗にしかないやつとかもあるってことで、実物が見れなかったんで、ちょっと人柱になる覚悟ですね。僕はこれを買ってみました。チャンキーレザーミュールだったかな、製品名そんな感じだったと思います。でね、届いてすごく思ったより、こう言っちゃなんですけど、思ったより全然良かったんで、一押しとして紹介しています。表面はナッパレザーですね。エコナッパレザーっていうやつです。まあ、エコっていうあたりは最近のね、サスティナブルブームでですね、 SDGs みたいな、エコっていうのは、ね、どうしても言わなきゃいけないところだと思うんですけど、ナッパレザー言っちゃえば羊ですね。ロエベとかがね、大喜びして使ってるナッパレザー、はい。あれもナッパレザーなんですけど、まあそういうものなんですよ。で、質感もね、光沢があって、割とね、なんか、安い靴にありがちなビニールっぽい革とかじゃなくて、ちゃんとリアルレザーの、なかなかいい感じの、はい、質感です。ソールもですね、なんかね、この、ゴムソールみたいなね。なんかこう、消しゴムみたいに削れていくやつがあったりするんですけど、スポンジソールか、スポンジソールみたいな消しゴムみたいに削れていくやつあるんですけど、それではなさそう。割とちゃんとしてる。これ。はい。で、近いデザインで、ビブラムソール貼ってるあるやつも、ちょっと前どっかで見たんですけど、それは、ここのね、コバの貼り方と、ここのね、なんていうのかな、このソールの出具合が、なんとなくこう、ヒットしなくて買わなかったんですよ。これね、デザイン、ほんと僕、理想通りなんですよ。なんなら僕、ボッテが買おうかなって思ってたんですよね。で、この、筒のね、長いやつは僕、リック持ってるんですよ。メガトゥースのやつ持ってるんですけど、このね、低いやつが欲しい時あるじゃないですか。みんな今ね、ちょっとワイドめのパンツ履きたくないですか？今ちょっとワイドめのパンツが履きたいなって僕はちょっと思ってるんですけど、そういうものを履く時にね、筒のね、ここ無駄じゃんと思っちゃうんですよ。まあ、あった方が歩きやすいかもしれない。足首ロックしてた方が歩きやすいかもしれないよ。だけど、まあ、高いのはもう持ってるから、低いやつが欲しいと。で、ボッテガのやつって、こんぐらいなんですよ。こんぐらい。ちょっと靴下みたいな。無印の L 字型靴下みたいな。この辺まであるんですよ。ここいらねえと思ってたんですよね。そんで、ここがないやつ。もうこれ完璧。で、このソールが前にちょっとこうはみ出してる。後ろは後ろでちょっとこういってる。この形状。そしてここの高さ。
もうこれらも含めて完璧ですね。これすごくね、身長が漏れるんですよ。これだから背がちっちゃい民の人にもですね、非常におすすめです。普通の靴と比べてどうなの？ちょっと普通の靴っていうのは今あんまりないかもしれないんですけど、ターボダークとですね、比較してみます。ちょ、これを普通の靴カテゴリーにしていいかわかんないんですけど、これがですね、3.5センチ。こちら、5センチ。5センチ盛ることができます。なので、他よりちょっと盛れる？あれ、他ってどんぐらいだっけ？まあちょっと忘れましたけど、こういうね、ちゃんと、レザーの綺麗めな雰囲気ありつつ、身長も盛れるっていうね、非常に優れたアイテムじゃないかなと思います。ルーズなパンツ履くときに、ここ溜まるじゃないですか。その時に、溜まってここにボリューム出たときに、ここのね、コバが、ストンってこう落ちてると、僕的にはちょっとボリュームが物足りないなと思うんですよ。こう前に出てることによってより足がこう出てる感じに見える。で、ここもこのパンツの裾をこう押さえてくれるみたいな感じで、非常にコーディネートに優れた一足なんじゃないかなと思ったんで、ちょっと着画をお見せしたいと思います。ということで、今回はですね、コスのチャンキーレザーミュールの紹介をさせていただきました。歩き心地は全然良くないです。もう本当に重いし、ちょっと長時間の歩行には向いてないですね。ファッションアイテムとしておすすめでございます。ただね、これで歩き心地が良かったら一番なんですけど、これね、なかなか両立しないんですよね。歩き心地と履き心地完璧っていうものと、まあ、自分の好みではありますが、このデザインっていうのの着地点って意外とね、まあ、ミュール型っていうだけでもね、歩き心地はある程度捨ててる部分はあるんですけど、こう、重いしね、ここでついてこないし、足首引っかかんないから。紐もないからね。ある程度諦めてるんですけど、まあ、近所ぐらいなら、みたいなところはあります。サイズなんですけど、僕が40買いました。で、UK サイズだと思うので、40でおそらく 26.5 とか、そのぐらいだと思うんですよね。で、41まであるんですよ。41でも良かったかもなぁと思いながら買いました。普段、エアフォースワンとかだったら僕27。買ってます。はい。そんな感じのサイズ感でございました。まあ概要欄にですね、興味ある方リンク貼っておきますんで、まあいいかなと思った人は買ってみてはどうでしょうか。安いんですよ。ここまでやってて2万ぐらいなんで、まあ安いから、こういう雰囲気をね、味わえる、なかなかね、この本当にレザーで、こういうクオリティで作っててっていうのだとなかなかないかな。まあ、ちょっとソール張り替えたいかなとか、ちょっといろいろあるんですけど、それはもうちょっと削れてから考えてみようかなと思っています。ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。Twitter や Instagram もやってるんで、そちらもぜひよろしくお願いします。私、ヘルメティックというブランドやってます。オンラインがですね、概要欄にありますんで、そちらからぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。